はい、こんにちは、ジョマです。今回はですね、この、音響のアンプなんですけれども、1年前に、整備品ということでね、当時ちゃんと使えるアンプ持ってなかったので、整備品ならいいなっていうことで、1万いくらで買ったんですね。1個持っとけば安心だなっていうことでね。それがですね、不具合を起こし始めまして、先日動画でちょっとやった時にね、リレーがすぐに効かなかったんですけれども、今日は3回ぐらいやっても効かなくて、で効いたと思ったら CD 聴いてる途中にブチッと切れたりね、これではまずいなということでね、ナナキッパ戦争のちょっと前の機種ですね、1世代音響のインテグラ、何番だ、 817RX ですか。ちょっとやってみましょうか。やるとね、つくんですよね。はい、立ちでね。それとも、しばらく2、3日やらないと つきづらいとか、ね、温度の関係とか、あるのかもしれないですけど。まあ、最初つかなくて、でもつけば使えるよということだったらいいんですけど、 CD 聴いてる途中にプツッと切れたりすると、これもう不快でしかないのでね。はい。で、ちょうど調べたら9月22日ですか、今ちょうど1年ですね。1年を1日2日過ぎたところっていうことで。整備品として買ってもね、こういうふうにちょっとした、やっぱり機械ですから。まあ、リレーなんで、リレーの洗浄とかそういうことなんだと思うんですけれども。ちょっとした調整とかね。こんなこともあるということで、一応ご報告なんですけど。で、これが万が一もっと ひどくなって、ちょっと使えないなってなったら、先ほど来やっている AV アンプ、ソニーの AV アンプが不具合なく、ヤマハのは向こうで使うことにしたんですけど、ソニーのもなぜか買ってあったんでね、それと置き換えてもいいなと思って、これはまあ修理の順番待ちアンプということでね、私が昔買った333も片側音出ない修理なんですけど、そっちの方に積んでいつの日かですね、いつできるのかはわからないですけれども、今大丈夫ですね、全然。はい、今は全く問題なく使えてますから。ということでね、そういうこともあるなっていう、話ですね。買ってすぐだったらね、買ってすぐ1、2週間でっていうことになると、ちょっと売り主さんに言いたいところですけどね、ちょうどぴったり1年使ったんで、これはもう言うの、申し訳ないですから。言わない、何ももちろん言わないんですけどね。はい、ということで、整備品として買っても1年ぐらいでね、不具合出ちゃうこともありますよっていう、一応ご報告というかね、お話でした。はい、どうもありがとうございます。